今回は不動産の譲渡にかかる税金の特例の論点について学習していきたいと思います。で、まずは居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例についてです。で、これは居住用財産を売却した際に一定要件を満たすと譲渡所得の金額から最高3000万円を控除することができるという特例です。所有期間の要件や所得の要件はありませんが、とても強力な特例ですから、新しい居住用財産を購入した場合には、住宅ローン控除を受けることはできません。で、適用要件は、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることや、売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないことなどがあります。まあ、要は3年に1回しか使えない特例ということですが、そう頻繁に使うことはないと思います。で、また、当然のことですが、身内に対して不動産を売却してもこの特例は使えません。次は居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例についてです。これは居住用財産を売却した際に一定要件を満たすと長期譲渡所得に適用される税率が低くなって本来 20% の税金がかかるところ3000万円特別控除を適用した残りの譲渡益のうち6000万円までの部分については適用される税率が所得税 10%、住民税 4% の 14% になるという特例です。適用要件は3000万円特別控除の特例と似ていますが、この特例には所有期間の要件があって、売却日が属する年の1月1日において、売った家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えていることとされています。ここで居住用不動産の譲渡益にかかる税率を分かりやすく図でまとめたいと思います。不動産を売却した際の所得は分離譲渡所得となりますので、所有期間が5年以下の場合は所得税 30%、住民税 9% の合計 39% の税率が適用されて、所有期間が5年を超える場合は、所得税 15%、住民税 5% の合計 20% の税率が適用されるのが原則です。そして、売却した不動産が居住用のものである場合には、ここに特例が適用されて、譲渡所得のうち3000万円までは所有期間を問わずに非課税になります。で、さらに、所有期間が10年を超える場合には、3000万円特別控除を適用した残りの譲渡益のうち、6000万円までの部分については、適用される税率が所得税 10%、住民税 4% の 14% になるという特例です。続いては特定居住用財産の買い替えの特例についてです。これは居住用財産を売却した際に一定要件を満たすと譲渡益を将来に繰り延べることができるという特例です。特例の仕組みを例を使って説明しますと、例えば1000万円で取得した住宅を5000万円で売却した場合、譲渡益が4000万円発生しますが、ここに税金をかけてしまうと手元のお金が少なくなってしまいます。そこで住宅の取得を促進するために新しく家を建てるのであれば、今ここでは税金をかけませんよというのがこの特例の趣旨です。そこで
手元にある売却代金5000万円に2000万円を加えて7000万円の住宅を買うと、新しく買った家の取得費は元々の取得費の1000万円と新しく追加した2000万円の合計3000万円と考えます。画面の青い部分がそうです。で、そしてこの後、もし買い替えた家が8000万円で売れたら、取得費が3000万円で、売却代金が8000万円ですから、譲渡益は合わせて5000万円というふうに、1回目の売却益と2回目の売却益が同時に課税されるという仕組みです。まあ、なので、譲渡益を非課税にすることができるわけではありませんので気をつけてください。これはあくまでも課税の繰り延べです。それから、この特例の適用要件はたくさんありますが、主なものをテキストに載せていますので、よければご一読ください。3000万円特別控除の特例と似ていますが、譲渡資産の売却代金が1億円以下であることや、買い替え資産について免責要件があることなどが異なります。で、また、3000万円特別控除の特例と同様、これは強力な制度ですので、新しく買い替えた居住用資産については、住宅ローン控除を受けることはできません。ここまで紹介した3つは、譲渡益が出た場合の話でしたが、譲渡損失が出た場合にも特例があります。詳しくはテキストにある通りで、とりあえずは居住用不動産を売却して譲渡損失が生じた場合に、新しい居住不動産に買い替えたり、売却額が住宅ローンの残債を下回っていた場合には、譲渡損失を損益通算したり、繰り越し控除したりすることができる特例が世の中に存在するとだけ思っておいてください。その他の特例としては、相続税の取得費加算の特例は知っておくといいかもしれません。これは相続や遺贈によって取得した財産を取得して間もなく売却した際には、支払った相続税を取得価格と考えて譲渡所得を計算するという特例です。いつまでに売却しなくてはいけないかと言いますと、相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までとされていますので、相続の開始を知った日の翌日から3年10ヶ月以内ということです。取得費に加算することができる金額は、支払った相続税のうち、譲渡した財産にかかる分です。例えば、土地8000万円、現金2000万円の合わせて1億円を相続して、相続税を300万円支払った場合、300万円のうち 80% の240万円が土地にかかる税額だと考えることができます。そこで、一定期間内にこの土地を売ると、240万円を取得費に加算することができるということです。この他にも様々な特例がありますが、とりあえずは買い替え特例という単語が出てくる特例は、税金が非課税になるのではなくて、課税が繰り延べられるものだと思っておいてください。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。